はい、次はですね、アイソメトリクス運動っていう運動になりますね。等尺性運動って言ってですね、関節運動を行わないで筋力を発揮するっていう形になりますね。まずお見せしようと思います。一番最初、まず伸展運動ですね。せーの、はい。一見何してるかわかんないですよね。実を言うとですね、この手をベッドに下にグッて押し込んでます。こういう風に。だけども、ここベッドに押し込んでいるので、皆さん何してるか一瞬わかんないだけですね。このまま下にグーって、実際はこういう運動を行ってるっていう形ですね。はい。じゃあ次、うつ伏せに寝てもらいます。はい。この運動はですね、肩の屈曲のアイソメトリクス運動になってきますから、実際今高橋トレーナーが行う運動っていうのは、肩をここから上に上げてってます、こういうふうに。ただしもちろん関節運動は起きてませんから、実際皆さん何してるか多分分かりにくいと思います。じゃあちょっとまず見せてもらおうと思います。お願いします。グー。まあ分かんないですよね。高橋選手は、こういう動きをしてるんですね。本当はこっち側。だけども、ここに、マット、ベッドがあるので、動きで、自体は何してるかわからないっていう形ですね。はい。じゃあ次の運動行きましょうか。横向きで行きましょう。次が、外転運動っていう形になりますね。外転運動は、今度は、こういう動きをやるっていうことになりますね。はい。じゃあこれ下に。はい、せーの。はい、ぎゅー。実際、肩は動いてませんから、リハビリテーションですからね。何してるか多分わからないと思います。で、次が内転運動ですね。お願いします。手、押さえます。で、ぐっと入りましょう。見せてください。じゃ、実際これ手を取るとですね、どうなってるかって言ったら、そうですね。こういう道、上に上がってるんですよね。こういう運動が出ないようにここで押さえて、この状態で筋力をぐっと発揮してるってことですね。10秒間発揮します。はい。じゃあ次は外旋運動をお見せします。そうですね。はい、せーの、はい。実際これも10秒力加えてるんですけども、まあ皆さん何してるか分かるんですよね。この状態でここにマット、ベッドがあって、ぐーっとこっちに力加えてるんですよね。じゃあ次、内旋運動いきましょう。お願いします。はい、いきましょう。こういう形で、また本人がここを押さえて、こっち方向に力を加えてるんですね。今度はこっちの方向に、高橋トレーナーが力を加えてます。自分でね。はい。これがアイソメトリクス運動ですね。等尺線運動。なので、筋肉っていうのは、ここで押さえてるんで、動きが出てません。こういうふうに。その関節関節ポジションで力を加えていって、筋力を発揮しようっていうエクササイズですね。こういう風にして動きは出てない状態です。はい。じゃあこれも皆さんちょっと見ながらやるようにしてみてください。お願いします。